平岡義とは、兵庫県神崎郡上川町出身の元プロ野球選手、宇藤右内。上川町立寺前小学校2年生の時に大川地ガッツボーイズで野球を始める。上川町立大川地中学校では、軟式野球部に所属し、育英高等学校で公式野球に転じたが、高校時代には控え投手で成績を残せず、 トレーナー志望であったところを中部学院大学公式野球部監督の原、勝隆の勧めで同大へ進学する。大学では2年生の秋に最速時速 152km を記録したが、3年生の秋に右肩関節唇を負傷。4年生の春に復帰したものの、岐阜学生野球連盟リーグ戦での通算成績は参照にとどまった。 2017年の NPB ドラフト会議で、広島東洋カープから6位指名を受け、契約金2500万円、年俸500万円で契約した。12月13日に、ドラフト指名選手の入団会見が行われ、背番号は68と発表された。2020年11月4日、プロ3年間で一軍昇格がないまま、戦力外通告を受け、12月2日に自由。 契約選手として公示された。その後は12球団合同トライアウトに参加し、新庄強し鬼頃に打ち取るなど打者3人に対し、無安打1死球だったがた球団からのオファーはなく、2021年1月に一般企業へ就職する。速球の最速は、最速時速1 5 2トル担当スカウトの松本智之は、 186cm の身長を生かした角度のある直球が持ち味と評価している。ドラフト指名直後は同じくプロ志望で指名漏れしたチームメイト二人を気遣って口数も少なかった。その気持ちを察した原勝隆監督が本当に真面目で優しい子ですし、それがいいところでもあれば時には弱気に見えることがある。これまでは私は厳しく言ってきましたけど、 黒は自分でやらなければ首になる世界。ここからが本当の勝負だと思ってやってほしいと L を送った。2018年2月8日春季キャンプ目標とする投手は誰もが知っている投手なのでと球団 OB の黒田博樹を挙げた。女優であるノントは小中学校で2学年先輩にあたり、平岡は小学校は陶下校はいつも一緒でしたと回想している。 ありがとうございます。